僕は八神さんから連絡が来るまで間宮さんを見て、それでいい？早く行ったら？もう私に用は済んだでしょ。まあこっちは任せとけ。それより急いだ方がいいんじゃねえか。いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。約束通りここにいる。そっちは間宮結衣を解放してくれるか。どうした？お互い歩み寄る気がないならここで延々にらめっこが続くぞ。まあそれも一興だけどな。もしもし、八神さん。桑名に会えた。マミヤさんはもう自由にしていい。わかった。了解。世話をかけた、八神。まあ座ってくれ。あんたとはじっくり話したことがなかったな。カイトの具合はどうだ？あの人は順調に回復してるよ。けど沢先生はもう帰ってこない。不可抗力だった。彼女が巻き込まれるなんて予想もできなかった。じゃああの日あの人のマンションにいたのは何でだ？ RK の相馬はあんたを捕まえるためにあそこで網を張ってた。彼女が死ななきゃならなかった理由はあんたのせいなのか？どうなんだ桑名！俺のせいなら安心か？なんだと？自分が事件に首を突っ込んでなければ彼女は死なずに済んだかもしれない。お前は心のどっかでそう思ってんじゃないのか？もしそうならそれは違う。彼女を巻き込んだのは間違いなく俺だ。あの子が殺されたってニュースで知った時は正直心が折れるかと思った。取り返しがつくものなら何だってやる。ただ俺の場合それには何年も前に遡らなきゃならない。あんたがまだ教師だった時にか。ああ、俺は自分って人間が壊れる音を聞いた。それを味わった人間は良くも悪くも大きく変わる。お前ならわかるだろう。少し調べさせてもらったよ。昔は弁護士してた時無罪を勝ち取ったんだってな。
でもそれがきっかけで一人若い女の子が死んだ。俺もお前と同じだ。俺たちはお互い死ぬまで治らねえ傷を負った。そうかもね。俺にとってはそれが13年前だ。楠本充が飛び降りる前日、あいつがいじめに遭っていると俺に知らせてくれたのが沢君だった。それまで俺はそんな大層なもんじゃないと思ってた。少しいじりが過ぎただけ、男の子同士じゃれ合ってるだけ。まあ確かに河合と充とじゃ体格差はある。だからそういう時俺はあんまりやりすぎんなよと笑って言ってやったわけだ。俺が聞いた話じゃ薄笑いだった。ああ同じことだな。そんな俺に沢君はこう言ったんだ。先生、本当に気づいてないのってさ。まるで俺を憐れんでるような顔だったよ。彼女が言うにはクラスの半分近くが満をいじめてた。いつだったか駅のホームで満を見た時は今にも飛び込んじゃいそうだったって。今となっては勝手な思い込みだったが、俺は自分が子供たちに人望のある教師だって考えてたんだ。生徒の心は掴んでいると思ってた。ところが沢君の顔はそうじゃないことを俺に訴えていた。その日俺はいつものようにはうまく笑えなかったはずだ。だからひとまずは様子を見ることにした。次の日俺は家にあったビデオカメラを放課後の教室に仕掛けたんだ。やっぱりあんたがあれを隠し撮りしてたんだな。ああ、お前も見たろ。ああいうのをおぞましいって言うんだろうな。ただし俺がカメラを回収して中を見たのはもう満が飛び降りた後だった。ほんの一足違いだったんだよ。あいつはその日のうちに屋上から身を投げたんだ。翌日動画に映ってた生徒らは俺に隠し撮りされてたとも知らずに、全部河合一人のせいだ、自分たちは無関係だと言った。実際それまで教室の外で目についてたのは河合が満を連れ歩く姿だった。そして満が飛び降りた責任は河合と、それを笑って見過ごした無神経な担任教師、つまり俺が負わされた。俺が使命感を持って生き始めたのはその時からだよ。あんたは罪を逃れた自分の教え子たちを許すことができなかった。それであいつらに重い十字架を背負わせるために自分の人生すら投げ打った。そうだ、楠本充は今もまだ眠り続けている。死んだも同然の状態でだ。なのに俺たちがあいつを忘れていいわけがない。その結果沢先生を巻き込んだとしてもか。改めて聞かせてもらう。この間あんたが彼女のマンションに来たのは何でだ。次はもうはぐらかさないでくれ。はぐらかしたつもりはない。ただ少し順を追って説明する必要はあるな。4年前、教職に就いた沢君の学校で今度は彼女の教え子がいじめを受けて自殺した。わかるよな。清涼高校の生徒だった江原敏郎。ああ、
その責任をめぐる裁判で沢君はいじめはなかったと証言させられた。俺は彼女からそのことを聞き出し、神輿はヒロを新たな粛清のターゲットに決めたんだ。もちろん彼女はそんなこととは知らずにいたよ。けどその数ヶ月後、沢君は神輿場が殺されたと知り、今度は向こうから俺に電話をかけてきた。何の用で？彼女は神輿場が殺されたことについてうっすら俺の関与を疑い始めていた。だから恐る恐る俺に電話をかけてきたんだ、探りを入れるために。彼女はやっぱり勘がいい。それであんたは沢先生に何て答えたんだ？知らぬ存ぜぬで通した。ところがだ、その電話で彼女から妙な話が出た。事件について調べ回ってる探偵がもう学校まで来てるってさ。ん？もちろんお前のことだ。警察でさえやっと神輿場のことを知ったばかりだってのに、なぜかただの探偵が事件に潜り込んでた。警察ならともかく、あの時点で探偵が嗅ぎ回ってくるにはちょっと早すぎる。だから俺は想定外の相手は排除し、ついでに彼女にもそれとなく関わらないよう匂わせることにした。どうやって？お前と沢君が待ち合わせた店にネットで雇ったハンピン・リューマンを送り込んだ。お前が案外やるもんで、かえって彼らを逃がすために俺が出てく羽目になったがね。そのドタバタの裏では警告代わりに沢君へ神輿場の写真が渡されていた。その役割を果たしたのは間宮結衣だ。13年ぶりに会う同級生に沢君は気づかなかったよ。サングラスの女、あれも間宮結衣だったのか。あの日起きたことは全部沢へのメッセージだった。ただいいやり方じゃなかったかもしれない。ああ、多分沢先生はあんたが神輿場殺しに関わってると確信したはずだ。あの店で彼女が俺と待ち合わせしてたことはあんたしか知らなかったんだから。いずれ沢君が俺を疑ったとしても警察に売ることはないと思ってた。俺たちには教え子を自殺で失ったという同じ過去がある。だから彼女には俺と関わりを持たないようにさせれば事足りたんだ。それで終わりのはずだった。ん？沢君が殺されることになったあの日、彼女は俺にすぐ来てほしいと電話をかけてきた。涙声でな。なぜ泣いてるのか、なぜ会う必要があるのかを聞いても答えちゃくれなかった。なのにのこのこ出向いていったのか。あんたらしくもない。お前は俺のことを何も知らないだろ。じゃああんたは沢先生からの呼び出しを受けてどうするつもりだった？もし彼女が俺を神輿場殺しの犯人として疑い、それで思い悩んでいるなら全てを打ち明けてもいいと思っていた。沢君になら俺のやっていることも全て理解できたはずだ。けど今にして思えばあの呼び出しは彼女が RK に脅されてやらされたことに過ぎなかった。俺と電話してた時も沢君の部屋には連中がいたんだろう。彼女が泣いていたのも俺の質問に答えられなかったのもそのせいだ。 RK はなんであんたを追ってるんだ？わからない。何？それがわかってりゃこんな無様に逃げ回ってない。本当か？連中の動きが見えていないのは俺もあんたと同じだ。しかも奴らは人を殺すのをほとんどためらわない。ってことは多分 RK には何かでかい黒幕、
後ろ盾がついてるんだ。それについては俺たちも同意見だ。失礼。ああ、こっちはまだ八神さんと一緒だ。そっちは杉浦君たちにつけられてないか。わかった。ならすぐに合流しよう。間宮君からだ。おかげさまで無事に解放してもらえた。杉浦君にはよろしく伝えといてくれ。まだあんたをどこにも行かせるつもりはないよ。もうお前らは手を引け、八神。沢君のことも含めて、あとは俺の方でやる。そっちも引っ込みがつくよう、できる限りの説明はしたはずだ。ここであんたに消えられるともう捕まえる手がなくなるんでね。せめて連絡先ぐらいは置いてってもらわないとな。それには及ばない。俺の姿はこれで見納めだ。そりゃ人を舐めすぎだ。またお前らか。もうマスクはいらないんじゃないの？黒川学園の卒業生さんたち。聞いての通りだ諸君。そこの探偵さんはもう全部ご存知なんだよ。食わな。みんなどうする？そいつがペラペラ喋り回ったら終わりだぞ。自分たちが助かりたきゃ探偵さんの口を塞がないとな。殺すのは先生がやってくれるんですよね。あれ、もしかして赤池くんだよね。ああ、名前まで知られちゃってたんだな、赤池。どうなんですか先生。分かってる。最後はいつも通り先生に任せとけ。お前らの手は汚さなくていい。分かりました。じゃあやります。ったく、どういう教育だ。
食わな。くそ、食わな。なんだ、また会いに来てくれたの、マミヤさん。一旦クアナの代わりにあんたで我慢するしかなさそうだな。